今日の朝飯ランチパック照り焼きマヨチキンと極南マメロンパン。今日の夜飯、美味しい鍋、この中にもっといっぱい入ってる。ペプシコーラ、そして日本酒天美、新酒生、残り1本だったそうです。とても綺麗な図ですね。薄濁りな酒です。気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。とてもうまそうですね。また今日も闇バイトを実行役にしたとみられる強盗事件が首都圏で起きました。今日の2杯目の鍋と日本酒たち。大谷選手は妻の真美子さんと